皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。初めての方は初めまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。ということで本日はトヨタのセンチュリー SUV についてお話ししたいと思います。トヨタのセンチュリーに SUV が登場するという噂がかねてより国内、国外の自動車メディア、そしてセンチュリーファンを賑わしてきましたが、先日ついにその全容が明らかになりました。トヨタの全勢力を結集したショファカセンチュリー、ちなみにこの車は SUV というサブネームは付けられていません。つまりこの新型車は派生モデルではなく、もう一つのセンチュリー、セダンではない方のセンチュリーという意味になることになります。しかしながらこの動画では分かりやすくセンチュリーの SUV という表現をさせていただきます。まず気になるのはこのトヨタセンチュリー SUV、誰でも買うことができるのかというところですね。そして購入できる層は一体どんな層なのか、購入するためにどんな順序を踏むのかというところが気になるところではありますが、私トヨタのディーラーで聞いてまいりました。はい、ということで今日全てをお話しさせていただこうと思います。まず巷に出ております噂、面接が必要ということなんですけども、こちらの方はですね、実はトヨタの方では面接という言葉は使用しておりません。それでは順を追って具体的に見ていきましょう。まずこちらのセンチュリーの SUV 購入するための順序といたしまして、まずトヨタのディーラーに行くこと、これが大前提であります。そしてそちらの方でですね、信用調査票の提出が必要とのことです。これはどういったことかと言いますと、オーナーの情報を事前にディーラーに提出して、例えば会社経営者だったら会社の情報であったりとか、個人事業主や会社役員または会社員であればどのような人物像なのかというのを事前に公表しないといけません。それが例えば年収であったり勤務先であったり、個人事業主であればどんな事業を営んでいたり、会社経営であればどんな会社でどんな利益が出ているかなどなど、そういった細かい情報はディーラーでないと分かりませんけども、そういった信用調査票の提出が必要とのことです。つまり会社員でも信用調査票を提出して OK が出れば買えるということになります。ちなみに最終的にはトヨタの本社がどんな人なのかを審査して、営業担当者に折り返し電話があって結論が出るということになります。なので今までトヨタに乗ったことがない方も、まずはディーラーに行って営業担当者を作ることが先決です。もともとトヨタの車に乗っていて営業担当者がいればかなり強いかもしれませんね。そして2番目、ディーラーの店長、センチュリーマイスター、営業担当者が自宅へ訪問、もしくは店舗にて3対1で面会。これが面接と言われるものですが、面接ではありません。トヨタ側では面接とは言っていませんということでした。ちなみにセンチュリーマイスターというのはセンチュリーに関係したプロということで、もうセンチュリーのプロ中のプロだそうですね。そしてこの3対1での面会、話し合いでセンチュリーマイスターからセンチュリーに関する質問攻めがあるようですね。例えばどのように買う予定か、これは一括なのかローンなのかリースなのか、そして使用用途はみたいな感じですね。使用用途ってさ、普通に法人契約で送迎用ですとか、普通に一般レジャー用ですとか通勤用ですとか、そういった感じですよね。例えば僕みたいに動画投稿用ですとかってやったら多分審査落ちそうな気するけどね。本当なんかそんな気がするけどね。一応トヨタの方が推奨するのはリース契約だそうです。法人もしくは個人のリースが推奨というふうに言っておりました。センチュリーの SUV を買うためにはこのたった2つをクリアすれば問題なく買うことができます。信用調査票を提出して本社が OK、 そして店長、センチュリーマイスター、営業担当者と話し合いをして OK が出れば、すでに購入権利は皆様のもとにあります。そして聞いたところですね、基本的にそんなに厳しい審査ではないというふうに言ってました。限定車でもなければ台数制限で絞りに絞って少ない台数で売り出しますみたいな感じでもなかったので、ディーラーとしては基本的に売りたいというふうに言ってましたんで、基本的に厳しい審査ではないということになります。厳しい審査で大体想像するのはブガッティなんですけども、あそこはもうガチですごくないともう絶対買えないんですけども、トヨタセンチュリー SUV に関してはそこまでめちゃくちゃ厳しい審査ではないのでということをおっしゃっておりました。ちなみに現状ですね、黒とグレーのツートンのカラー、これが一番センチュリーっぽいんですけども、これねオプションで200万ぐらいするらしいです。でやっぱりこういった車種なので、フロアマットが7万円したりとか、22インチのホイールが40万円弱したりとか、ある程度の値段はいきます。
そしていろいろオプションつけてもだいたい3000いくかいかないかぐらいというふうに言ってましたね。まあこういった車ですから、もともと標準装備っていうのが多いので、フェラーリやランボルギーニみたいなスーパーカーみたいにどこかしこも全部カーボンにしてとか、そういったオプションはもともと存在しておりませんので、まあ言っても3000万ぐらいかなっていう感じですね。ということで今日は非常に簡単な動画となりましたが、このセンチュリーの SUV に関して買い方、どのように買うのか、どんな順序を踏んでいくのかという動画にさせていただきましたけども、センチュリーの SUV 気になっている皆さん、まずはトヨタのディーラーへ行ってみましょう。そして信用調査票を提出してみてください。そうすることによって一歩踏み出すことになります。トヨタセンチュリー SUV、 SUV ではない車ということなんですけども、日本の公道で見る日は近いかもしれません。そして一応2023年度中に製造とまではまだ決まっていないみたいです。2024年から製造開始というふうに言っておりましたけども、ネットでは23年から製造開始とかいろいろ噂レベルで一人歩きしておりますので、こういった詳しい情報はぜひディーラーにてお聞きいただければと思います。私もねツイッターでつぶやいたんですけどね、プロサングエがもし割り当てなかったらこれ買おうかなって思ったんだけど、まあそこはちょっと悩むところですよね。やっぱりフェラーリスタとしてはプロサングエがいいなと思ったりするんですけども、そこはまあおいおい要相談みたいな感じですね。今回の動画が少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。